にちは。こんにちは。私の名前はウィリアです。私の名前はパオリです。今日私たちはフォレストインセルジュティについて発表します。まずコンセプトをお話します。フォレストインセルジュティはバンコクの森です。自然の地磁気を集めているところです。写真コーナーがたくさんあります。営業時間は5000時から午後6時までです。火曜日は休みです。次は生き方です。ミヘルロス駅の駅を駅で降りて交番で富士を出てローソンの前でタクシーに乗ります。タクシー代は約25バスぐらいかかります。高校のおすすめは物じゃありません。でも綺麗なところとバンコク自然、バンコクにない自然です。それでビデオを見ましょう。これは私たちで写真を撮りに行きます。これで発表を終わります。ありがとうございました。